RIP SLYME is back! すみません、お伺いしたいんですけど、グリーンステージってこっちの方ですか？この裏側。あ、わかりました。あ、ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。よじさん、はい。今は何をしてるとこですか？今はグリーンステージという僕らが今日この後出演するステージを確認するところです。はい。どうですか、久々の。いや気持ちいいですね。木陰に入ればやっぱ日差しがあると相当暑いけど、はい、割と木陰に入れば風が流れて気持ちいい。はい、グリーンステージあっち黒いね。ああなるほど。ああれだ。もうバッチリいくものですね。すみません。ね、ちょっとアルコール血中濃度 0.05 に保つスタイル。いきます。こういう選択肢もありますけどね。あ、本当だ。何の暑さもない。ただ爽やか。いいっすね。いいね。これだな、夏フェス。夏フェス帰ってきた。帰ってきた。これは。それは夏フェスだわ。屋内とやっぱ野外違いますね。屋内も楽しいけど。忘れてました。忘れてました。はい。この感じ。これですよ。そう。こっちに入る。トップやつ出て幕張だったし、ね、リップでは久しぶりのこの間のやついフェスでもまあちょっと屋内のフェスですけど、それぞれ楽しい醍醐味もあるんですよ。この野外オープンエアーっていうのがやっぱね一番グッときちゃうんですね。5年ぶり6年ぶり5年ぶり5年ぶりああうまい。RIP SLYME is back! G-ROCK とかでもそうそうこれレベルないですよね。漁師さん、はいですね、5分ぐらい前でいきなりの中断でしたけど、はい、雨で中断になりましたね。こういう経験はないですね。大雨の中でやったりしたことは1回ありましたけど、はい、このライブが中断するとかあんまそういう経験はちょっとなかったですけどね。昔新潟のとあるフェスで雨の予報だったんですけど、はい、全然持ってでも最後の最後まで持ったんですよ。5時20分に主催者サイドで協議をして時間が決まった。なるほど。5時20分。アフターザレイン。アフターザレインいける今日。そう。いや本当にこの日のために作ったんではないかというねセットメニューの中に入ってますので、これはもう非常にむしろチャンスと捉えていくべきなんではないかと、うん、第3弾シングル、5ヶ月連続リリースの第3弾「After the Rain」、これを今日一番その臨場感をたっぷりに聴けるっていう、そういう風になったんじゃないかなとよかった。この雨もそういう意味では本当いい打ち水になって、灼熱のね、この前はねパフィー先輩がやってましたけど、もう暑いからみたいな、大変よ、気をつけてね、ステージのこの辺は私この辺だってちょっと涼しいかもなんて言ってたぐらいですから、それを全部クリアして、みんなも快適に過ごせるんではないかと、はい、お楽しみください。アフターザレイン曲振りだ、曲振りです。これがあって、今日のアフターザレインを撮ってくれたのももうバッチリ、バッチリです。もうそうバッチリです。完璧なイントロダクション、頑張ります。曲振りが、曲振りができました。いやもうやめますよ。はい、もうスイーツもアレマも出てきてる、もうやんでるんじゃないですか。ほら3つの周りもほとんどアフターザレイン、アフターザレイン、いいぞいいぞ、完璧だ。まあ眩しい、眩しいよ。キラキラしだしたじゃん。おおすげえ、虹出んじゃん。すげえ、確かに虹出そうですね。虹出ちゃうよ。素晴らしい、素晴らしいじゃないですか。なんかまだ降ってるね。おおキラキラしてる。めっちゃ嬉しいやつです。すげえ売りすぎてて、どこにも行ってて、どこにも行けないもん。そうですね。これちょっと動けなくなりましたよね。おしゃれです。でもこのこれは高く飛ぶための、高く飛ぶための一回こうあれするやつ。落としてこれ。おしこれから来るんじゃない？だからここ。来ます？来ます？来そうなムードが。でもね、もう一回最後盛り上げないと。そう。いやすごいね。こんだけ。これだって。おー。しょ。ああ、でもこの霧で見えないから伝わらない。それはそれで近すぎて。ああ、すごい。なんかもう、やべえ。嘘。あ、まだ。いや、まだ。もう5分経ってます。長いね。すげえわ。初めてフェスのフィナーレでこんな長い花火作った。ラッキー FM グリーンフェスティバル出演させていただきました。はい。はい。ありがとうございます。どうでしたラッキーフェスの印象は？いや、あんな土砂降りだったのにね、途中で上がって、寸前でしたもん。寸前ですよね。もう出るっていう、はい今っていうところで、すいません一旦前線をお戻りくださいって。1時間半押しでしたけどね。その経験はないですね。ないですね。今までで野外フェスでこういう経験もなかったですけど、貴重な経験でしたね。ただ僕たちの曲で、今日やる予定だった曲で、まあ実際やったんですけど、After the Rainって曲があって。雨の中じゃできねえなって話だったんですけど、そうなんですよ。ちゃんとその頃にはできたから、それをプレイする頃には雨が降ってしまうというね。これはやっぱりこのフェスにかける皆さんの情熱が、雨雲を遠ざけたんじゃないか。ラッキーフェスの情熱ですね、これは。はい、素晴らしいフェスでしたけど。